はい、こんにちは。6月の4日、水曜日の日帰り竹部でございます。さて、本日の東京市場でございますが、久方ぶりに102円台のミドルを突破したというところでございます。ちょっと見づらいかもしれませんが、こちらの方は5分足チャートでございます。で、前回の日帰り竹部でもちょっとご案内させていただきましたが、102円の50水準もしくは60、この102円の60銭というのは、まあ、おそらく100円の60銭、102円60銭という、ダブルノックアウトオプションの、まあ、片方なんじゃないかというふうにして申し上げましたが、どうやら、まあ、100円の開始みたいな、話がちょっとインターバック市場から出てまいりました。で、この100人の60銭水準を超えて、というところでございました。ね、日足の一目均衡表のところも水準ももちろん意識するでしょうというふうにしてお話しさせていただきましたが、102円の80銭水準までちょっと達したようなところではございましたが、ここからさらに転がっていく、転がっていくというか、上向きというようなところにはなかなかいかなかった。まあそういった意味では、まあ非常に地味ではあります。地味ではありますというか、華々しい通貨ペアではあるのですが、まあ非常に地味な動きなのかなというところかと思います。これは第一生命さんの、海外の米国の保険会社さんの買収に関わる思惑需給であるだとか、米系インベストメント系の銀行、もしくはヘッジファンドの買いというものが、ドル円相場の下支えになっていたというような声がインターバンク市場から聞こえてまいりました。そして、まあ、日経平均株価においては、まあ、ご存知の通り、まあ、1万5千円水準を維持させているというところでございますが、ここからですね、さらにもう一つ、まあ、円安につながるようなリスクになるのかどうかというところが、まあ、ドル円相場にとっては、まあ、材料不足の中で、ドルの事情だけではなくってこういった日経平均株価の動きというのも、どうしても気にしているというところが現状かもしれません。もちろん米国の長期金利なども含めてですね、米国の金融政策動向、こちらの方も横目に見ているというところでございますが、あとは本日、オーストラリアの GDP 第1月3月の GDP、こちらの方が好調だったというところで、昨日でございましたけども、RBA の、声明、こちらの方が今までと内容が踏襲していたというところで、少し買いが強含んだところがございます。そういった意味では、ちょっと円売りというところが、マーケット、期待されているわけでございますけども、まあ、それほど目立ったほど、まあ、ちょっと私は欲張りなのかもしれませんが、それほど目立った動きじゃないのかなというところで、今回はですね、ドル円メジャーに隠れた通貨ペアと、まあ、なんてへそ曲がりな竹部なのかなというところでございますが、これ左側のところはですね、実は昨日の東京金融取引所クリック365におけます、取扱通貨ペアの高安をの一覧でございます。で、ドル円相場、まあ、どうしても目立つ通貨ではあります。各種報道番組でも、ドル円レートというのはほとんど出ておりますよね。ただし、昨日非常に値幅が大きく見せました。ポンド5ドルだとかユーロ5ドルだとかの高安もしくは水準はこうですよっていうニュースはあまり流れていないので、まあ、我が国においては当たり前というところなのかもしれませんが、ドル円メジャーに隠れた通貨ペアというところで、今回はこのユーロ王子とポンド王子ちょっと着目いたしました。で、この理由としてでございますが、先ほど申し上げた通り、RBA の声明、こちらの方が以前と変わらない、というところでは、踏襲しているというところで、まあ、5ドル高牽制というのも、これも、まあ、ありふれたという言い方は変ですけども、当然だろうね、というところだと思います。で、それと対比してなんでございますが、これからというか、まあ、明日になるわけでございますけども、ECB の会合を控えて、さて、ユーロがどういった動きをするのか、もしくは合わせてでございますが、ポンド、バンクオブイングランドの会合もございます。対5ドルでのユーロ、もしくは対ポンドでの動きというのが、これ十分、隠れた通貨ペアとして、そして、ボラタイルな値動きでの値幅取りというのをしてはちょっと着目するべき通貨ペアなのではないかなというふうにして思ってご案内させていただきました。でポイントとしてでございますが、それぞれユーロ王子に関しては 1.46 で、ボトムが確認されたところ、まあ、ここまで5ドル高がいったわけでございますが、この水準と、これは5月の下旬でございましたけれども、同様に同じ水準であったんですが 1.46 の前半まで、そして、ポンド王子においては 1.79 水準からこれも少しずつ切り上がってきてはいるんですが、やはり今般、まだ隠れた通貨ペアという言い方をするなら、どの程度までユーロもしくはポンドが対5ドルで弱含んでいくのかというところ、これが、まあ、本日から明日にかけてですね、ちょっと思惑として強まってくる可能性があるのではないかというふうにして見ているところでございます。さて、で、合わせてでございますが、我らが安倍首相におかれましては、ベルギーに G7 サミットの方に行ってらっしゃるというところ、これも皆さん報道でもすでにご存知かと思いますが、さて、ここでちょっとリスク留意というところ、まあ、私は過度な大きな、
反応はしないんではないかなというふうにして見ておりますが、ウクライナ情勢を合わせての対ロシアに対する追加牽制、もしくは法の支配という名のもとでですね、海洋進出がちょっと範囲が激しい中国に対して、牽制的な、まあこれは名指しこそしないけども出してくるんではないかというような報道が出ております。ちょっと一昔前になるかもしれませんが、東西冷戦構造というのはちょっと強まってくるようですと、リスクオフの動きにもなってくる可能性は否めないというところかと思います。これちょっと為替もしくは金融市場とちょっと違うところかもしれませんが、政治報道こういったところもですね、ちょっと十分ご留意していただいてお取り組みいただければと思います。なお本日からでございますけども、この光竹部のですね、アンケート、これ情報皆さんにご案内させていただいてます。マーケット情報に関して少しでもですね、皆様にお役立ていただけるような形で考えしているんでございますが、皆様からのリクエストも含めてですね、本日から、今回からですね、アンケートを開始させていただきます。こちらの方もですね、ぜひご協力のほどよろしくお願いいたします。以上、6月の4日、水曜日の日替わり竹部でございました。